い、神社の陣でございます。今日もセブンナイツやっていきましょう。ちょっと今日は小ネタになりますが、皆様ご一緒させてください。ではスタート。はい、ということで今日は小ネタになりますが、アラン実装されましたよね。まだ今月トパガチャ引いておりません。あと1体だけでもいいからね、アランが引けたらいいかなと思ってトパーズ行こうと思います。結構ね、トパーズはねかなり溜まっておりますので、まあ99回一気に行っちゃいたいと思います。では参りましょうか。アラン一択でございます。一回いいしょ。まあ SP キャラが出るかどうかっていうのも難しいところなんですけど、一回出たらもうほとんどねラストだと思ってください。もう一回出ちゃったら今回はもう次出ない。うわきついな。あ、ジンばっかり出るのはなんで。エスパーだとジンが繰り返しに出てくるような気がするけど、バラン星5来たー、ビクトリア、アラン。まあちょっとアランね、絶対ねこれね手に入れたジョーカー星5でございます。まだ SP キャラはゼロでございます。なんかね、アランに関して言ったら耐久パ、敏捷パどちらに関しても使えるような存在ということが分かりますよね。多分次、そうだな、今月もう一回ぐらいどっち来るかね。神話覚醒キャラが来ることはないとは思うんだけど、ただねこの流れから言って僕ね、神話覚醒次来るとしたら孫悟空、魔法型キャラタイプがこういっぱい出てきてるところで追い打ちをかけるように孫悟空とかね月末出してくるような気がするんだよね。まあもしくは、うん、一般キャラから言ってエヴァンとかなんて喋ってる間に何にも出ないね。これ今何回言ってんだろうな。ちょっと一回出てみるか。50回ぐらい言った。うわ51。わお素晴らしいね。このなんていうの、自分の体感能力というか51ですね。いや全然出ねえなこれ。せめて SP キャラ1体ぐらい出ないのかな。ベラリンリン。なので皆様ね、そろそろ孫悟空とエヴァンに関しては作っといた方がいいんじゃないかな。覚醒して幻突全部ぐらいはしといた方がいいんじゃないかなと思うよね。うーわすげえ全然出ねえなこれ。メイで皆様ね、メイも出るらしいですよ神話覚醒。なのでね、メイももし幻突しない方、幻突した方がいいかと。なエスパーダが結構出んな。さっきも星5見たけど、レッキーシャキャウーアカリー星5。うーわキッズ全然出ないなこれ。もう終わり、ラスト10回ぐらいじゃない。うーあと18回か。これ爆死だな絶対爆死だよこれ。あれちょっともうどっちでこっちか。よいしょ、ポチッとな。エリン、せめてなんか SP くれ。白書ここかん竹松ジュフィーレオーチャンスラー。おいマジかい、これ終わっちゃうね今回。99年全く何もなしで消えそうだこれ。ちょっとこれそれとも、もうトパガチャからはまたエスパーダ出たよ星5。池永さん欲しい本当に今週。終わったよーマジかー。はい、ということで今回今月まあ9900トパーズ使ったんですが一切出ないということでございました。非常に残念ですねいつもね1回ぐらいはねなんか出てたような気がするんですけどね、出なかったね、残念。まあまあせっかくなんでね、トーパーズ並びで見ていきましょうか。トーパーズキャラ選択権でまあ美味しいと言ったら選択するんだったらセブンナイツ勢を選んだ方が僕はお得、もし持ってないんだったらね。
まあ、ちょっと2500が高いからね、選ばないっていうのも手かもしれません。あと選ぶんだったらやっぱこのゾークルーンですよね。ゾークルーン、足りてないものが増えてくる可能性がありますね。ゾークルーンはね、結構手に入れておいた方がいいかと思います。で、僕毎回買ってるのはこの新 SP。 これは新しい SP キャラが来た時に一発ポーンって使っちゃうと楽なんで、これいつも僕は買ってます。で、セット装備選択権、これ選択ってどこまでできんの？あー、そういうことね。それだったらいらないですね。せめてオーケセットとか使えの選択できるんだったらいいよなと思ったんだけどね。まあ、あとはちょっと息吹ね、1000で10は高いかな。本当にないとき、意外とおすすめなのはこのアースド鉱石20っていうのはおすすめです。アースド鉱石結構ね、武器差し替え多いんでね、プラス5までね、カンカンするので、アースド鉱石結構必要になるんでね、この20は結構いいかと思います。で、アイサと高鉱石、まあ個人的な話になりますけど、意外ともうね、作るものがなくなってきてる段階には入ってきてるかな。だからここをあえてね、買う必要性はないかもしれないけど、まあ新キャラ出てきた時に愛さでしょうね。あ、高校でしょうね。高校って読むのかな、これ。皆さんなんて読むんですか、これ。高校席って読むんですか。これもね、読み方違うよって言われちゃいそうな気はしますが、僕、まあ、高校だったら買ってもいいかな。あとは幻想系でしょうかね。でもね、トパーズ100は高いね。それただ鍵使った方がいいと思います。はい。では、ということでございました。今、あと、ルビーいくつあんのかな？落ちとな。無償が5000溜まっておるということですね。まだ尺的にね、7分ぐらいなんですよ。あと、2、3分余ってるからな。いやー、どうしようかな。ちょっと弾いてみようか。その代わり、皆さん、ちょっとまったり弾くよ。一体アラン出たらいいからね。ポツトナ。いきます。よー、いやー、怖いな、ポツトナ。いやー、ちょっと、あんまり弾かないようにはするんだけどね。まあ、せっかくね、ちょっと尺が余ったからね、ちょっと弾いて、まったりといきましょうか。よいしょー。ドゥルリンチョ。いやー、これは。もやらなそうな雰囲気だなぁ。いきます。右下、タッチ、ズレンジョ、ウェイ。あーダークナイツプー、なんでこっちに運使っちゃう。緑でいいっつーの。もう一回いきましょうか。いやー怖いね。アバチントラいきましょう。5回ぐらいにしときますよ。怖いんでね。いやーでもアランは絶対的にね、厳しいね。へい、てん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 、下行きましょう。オンザタッチ、ミウェイ、左下、右下、タッチ。あーダメか。おっと、またダークライズブブじゃねえだろうな。あー、またかい。なんでこんなダークナイツなんてそんなに出ないのにするかな。おかしいでしょ。ポジショナ、今度は緑出してくれ。赤緑来てくれよ。お願いいたします。頼みますよ。すいません。うわ、また厳しいなこれ。パチ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 と右上いきます。オンザタッチ。光ったけど色ちゃうよ。しておー、タッチ。もう2枚抜きなんて絶対出ねえだろうな、ポチトナ。いやでもちょっといいね、感じが。あ、ポチトナ。よー、ポチトナ、行きましょう。こらじゃねえや。この辺で最後にしとこう。ズブズブに行っちゃう可能性がありますね。この辺でね、ちょっとね、撤退するときにはしとこう。あ、もう多分追加ボーナスがダメなんで、ここで多分もやんないと思いますよ。対照的な形になりましたね。こういう時大体出ないね。左下から崩してみる。右ウェイ、下、左ウェイ、右下、
ウェイということで、おしまい。もう一回聞きてぇなぁ。もう一回聞きてぇなぁ。2、3、うん、うん、ドン、行こう。これラスト。もうこれ本当にラストにしますからね。下手にね、バカバカ弾いてるとね、本当にね、バカを見るだけですからね。気をつけないとね。おい、では行きましょう。ズルリンチョ。お、あ、ちょっといいかもしんないけど、ちょっと筋肉が良すぎるね。上行こうか。ウェイ、タッチ。ズルリンチョ。右下、タッチ。左ウェイ。右ウェイ。やっぱ筋肉いつも出ないね。ウェイ。下。真ん中、タッチ。っていうか。もう、人少なすぎね。はい、ここで終了にいたします。はい、ということで、本日は、まあ、トパガチャやってみてガチャやったけど、ちょっとね、アランはね、出なかったということでございますが、皆様ね、ちょっとね、アランに、ルビーかけるよりか、ちょっとだけね、おすすめ情報。おすすめじゃないんだけど、衣装が今いいよ。うん。思考衣装。特にこの手を見てください。めっちゃかっこよくないですか？これね、ぜひとも、このもやもや系の武器装備演出系っていうのを結構ね手が込んでるんでね、おすすめしたいと思います。で、カルマも結構いいんですよ。衣装が青音符になってるね。ただね、なぜカルマはこの四頭身キャラになったのかっていうのがね、非常にね納得いかない。もっとスマートでよくない？なんでこんな頭でかいんだろうね。おかしくね、この衣装。で、隣のものを見ると、顔ちっちゃいんですよ、こっちの方が。これ、覚醒したことによって、頭でっかくなっちゃったんですよね。隣見ていきましょう。これもでかいですね。この赤龍が、顔ちっちゃい。これ一番かっこいいんですよね。まあ、これね、当時カルマが出た時に、ポイント稼いだらいただけた無料の装備になってるんですけど、それ以降にプレイされている方、もしかしたらこれゲットできてないかもしれないんで、この赤龍カルマが、まあ四頭身に見えないような気がする衣装なんで、ぜひともねこちら手に入れてもらいたいと思います。そうだね、他にも結構カルマいっぱいあるけど、これも結構かっこいいよね、刃の伯爵。まあでも自分の中でナンバーワンとしたら、いや、やっぱこれかな。赤龍。これが僕の中でカルマのナンバーワン衣装だと思います。まぁ、ちょっと最後余談になりましたけど、本日はここまでしたいと思います。もしよかったらグッドボタン、チャンネル登録していってください。ディアミさん、バイバイ。ありがとうございました。